こんにちは、CRD です。今日はね、これが2本目の動画となるんですけれども、さっきに出した動画はこちらのね、ナイキが Web3 のサービス始めるよということをお話しさせていただきました。まあバーチャルスニーカーというか NFT 業界すごい盛んになってますねという話をねさせていただきましたが、僕らスニーカー好きはですね、どうしてもやっぱり本物を欲しがるというところがあります。そのスニーカー好きの中でもナイキ好きがですね、この数日間は本当にスニーカーズから目が離せない状態じゃないかなと思います。差し当たって明日ね、復刻するターミネーター、すごい注目が集まってますけれども、これがですね、明日の9時から販売開始ということで、すでにもう通知を受けるっていうのをチェックしている方もね多いかと思います。僕自身はね、このターミネーター買うかどうか非常に迷っているところですが、せっかくねお祭りなので、明日生配信でね、このチャンネルで8時45分ぐらいからスニーカーズオンライン購入チャレンジということでね、させていただきたいなと思ってます。チャット欄でね、買えた人買えてない人とかっていうのをいろいろねリアルタイムでコメントくれるんで結構面白いんですよね。今回のお話はね、このターミネーターもさることながらなんですが、やはり今週一番注目されているスニーカーの話をねさせていただきたいと思うんですね。それがですね、こちらです。ナイキエアジョーダン1ハイシカゴロスト&ファウンドですね。これはもうね、もう前々からめちゃくちゃ注目されてます。僕もね、何回も動画でねお話したことありますけれども、先ほどねこれに関するですね、重要なアップデートがスニーカーズでされました。それはね、あれです、限定アクセスです。この限定アクセスにはね条件があるということで、それについてねお話しするとともにですね、今後このロスト&ファウンドがどんな存在になっていくかっていうところをねお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずね、この限定アクセスの話をする前に少しだけ遡らせてもらうんですけれども、昨日11月15日にですね、スニーカーズの方に通知でコナンが来ました。おなじみのスニーカーズパスですね。このスニーカーパスはね、指定された店舗のですね、半径40キロ以内に住んでる方にエントリー先着にはなるんですけれども、対象のスニーカーを購入して店頭で受け取る権利が与えられるというものですね。これがね配布されたということで、前々から欲しがってた人にとってはですね、非常にざわっとなるところだったんですけれども、今回この対象はナイキ原宿なんですね。ということは、ナイキの原宿店舗のですね、半径40キロ以内の人しかこれを受け取る権利がないということなんですね。そしてその中でもですね、エントリー期間11月17日なので、明日12時から1時の間にですね、先着で受け取りリクエストをして、それで購入完了すれば受け取れるって話なんですよね。僕は大阪住んでるんですが、大阪のナイキでもですね、スニーカーパスは行ってないので、地方民はバッサリ切られてるんですよね。本当に東京に住んでる人しかダメですみたいなぐらいのね、あーって肩落としてる僕みたいな人がねいっぱいおったわけなんですけれども、先ほどねスニーカーズの方にアップデートがありまして、こんな通知がありました。発売情報ということでね、これどういうことかというと、前にも僕が、動画でねお話ししたことありましたけれども、このダンクローケンタッキーと同じようにですね、これ限定アクセスの告知なんですね。スニーカーパスと違って全国に住んでる人に、チャンスがありますんで、よっしゃと思った方も多いと思うんですよね。で、最近この限定アクセス、ナイキはですね条件をつけてきてるんですよね。前回はダンク15種類これまで外れた人が限定アクセスの対象であるということで、僕も限定アクセス受けました。僕はこれ履かないんでスルーしたんですが、今回もですね、このダンクの時と同じようにですね、限定アクセスを受けられる条件があるんですよね。その条件というのがこちらです。限定アクセスでは最も熱心なスニーカーズメンバーにエアジョーダン1シカゴを購入できるチャンスを提供。この特典はこれまでにスニーカーズで少なくとも10種類のエアジョーダン1ハイの抽選に当選しなかったメンバーに提供されるというふうに書いてるんですね。これ説明すると、これまでに少なくとも10回エアジョーダン1ハイにですね、エントリーして1回も当たらなかった人じゃなくて、例えば今まで11回応募したことがあって6回目ぐらいの抽選で当たりましたという人も対象で、別に連続で外れてる必要もないですし、スニーカーズが始まったのは2017年なので、そこから今2020年までの5年間の間ですね、外れた合計が10回あれば対象ということなんですね。ということはどういうことかというとですね、これ対象めちゃくちゃ多いということなんですね。まあスニーカー好きな方はね分かると思うんですけども、エアジョーダン1のEカラーって大体まあ1年間に5足6足ぐらいは出ますよね。しかもそうそう当たるもんじゃないんで、これはねスニーカーズ使ってる歴がね何年もある方だったら大体ね、これは対象になるんじゃないかなと思います。まあもちろん限定アクセスもですね、数が限られてますんで、サイズが欠けてたりとか買える人買えない人っていうのはやっぱりいます。大体限定アクセスって昼の12時ぐらいに来るんですけれども、その時間帯にスマホいじれない方とかはね、購入手続きすることできないじゃないですか。だからそういう人たちはね、もし限定アクセス来ても参加できなかったり、買えなかったりしてしまうんですけれども、それにしてもですね、自分にも来るチャンスがあるかないかで言うと、ある
ずと。でこの限定アクセス、最近好きになってスニーカーズのねインストールを先月ぐらいから始めましたみたいな人には届かないから、じゃあ自分はロスト&ファウンド買えないのかというとですね、そうではなくて、こういった一文があります。エアジョーダン1が大好きなスニーカーズメンバーを優先するため、エアジョーダン1シカゴはスニーカーズアプリの限定アクセスで発売される。これは11月19日のメインの販売に対する追加となるっていう風に書かれてます。なのでこの限定アクセス来なかったからといってですね、確かにゲットできる確率はね下がるかもしれないんですけれども、買えないというわけではないっていう風なことですね。というのが今回の限定アクセスの仕組みなんですね。で足数なんですけれども、今回めちゃくちゃ多いってね前々から言われてますよね。今回ファミリーサイズもねフル展開出てますけれども、それ全部合わせてのサイズかどうか分かりませんが、予測されてるのが50万足から100万足という風に言われています。シカゴの復刻、今までもね何回もありますけれども、今回のロスト&ファウンドはヴィンテージ仕様になってるっていう仕様違いもありますけれども、それでもシカゴカラーでですね、これだけの足数を一気に販売するっていうのは今まで本当に考えられなかったんですよね。でこういったことからですね、僕はちょっと考察をしたんですけれども、今回のロスト&ファウンド発売後どのような存在として扱われるかということをですねちょっと考えてみたんですけども、多分このエアジョーダン1パテントブレッド、これと同じような存在になると思うんですよね。というのがエアジョーダン1ね、シカゴとブレッド、この2色がめちゃくちゃ人気なんですけれども、このパテントブレッドも元々発売された、ブレッドに比べてですねテカテカのパテントレザー仕様になってるんですよね。だから元々のオリジナルの、ブレッドを好きな人はですね、これあんまり好きじゃないって言ってわざわざカスタムに出して艶消し仕様にしてもらう人もいるんですよ。それと同じようにですね、今回のロスト&ファウンドに関してもですね、いつものシカゴの仕様とは違ってちょっと特殊な仕上がりですよね。最近流行りとしてねこういったヴィンテージ加工っていうのはありますけれども、こういうのをいいと思う人もいればそうじゃないって思う人もいるんですよね。すごく好みが分かれます。もう本当にこれと一緒です。要するに北斗の拳で言うとイチゴ味、カイジで言うと班長みたいな感じで、スピンオフ系にね見える人も多いと思うんですよね。それでも好きやっていう人もいると思うんですが、そんなシャレっ気というか、一手間は別にいらんねんと、パテントレザーにしたりとかヴィンテージ加工なんかいらんねんと、あの時の殺伐とした無骨なブレッドやシカゴが欲しいねんっていう方は多いと思うんですよね。しかもそれがですね、事前告知されていて何十万足も、100万足近く出るっていうふうに言われたらですね、みんなが買えるんだったら希少価値もないんじゃないかっていうことでね、あまり興味ないわっていう人もね多いと思うんですよ。まあ僕は普通にかっこいいと思いますし、全然普通に狙うんですけど、やっぱりオリジナルと違うものがたくさん出回る、それをねゲットしようっていうふうに考えるとですね、元々のオリジナルのエアジョーダン1シカゴファンからするとですね、ちょっとこれじゃないねんなっていう感じがするんじゃないかなと思います。僕ねロスト&ファウンドのねリーマジンドっていうふうに言われてた時に、こういった動画を出したことがありました。ちょっとしたこれじゃないかみたいなことがあって、フラットに見たらかっこよかったとしても、シカゴでこれは別にええわっていう人もねいるんじゃないかなと思います。そういうこともあってですね、中国の方でね先行発売があったんですけども、その分が今二次流通にね出てるんですが、公式の発売日も近づいてきてる中、どんどん相場が下がりつつあります。なのでおそらく今回のリーマジンドはこのパテントブレッドと同じような感じのですね、オリジナルじゃなくてたくさん生産されているオリジナルの派生系っていう感じの、捉えられ方、存在感になるんじゃないかなと思います。だから僕ロスト&ファウンド変えたら、この横に置いてる AJ9 がね加水分解しちゃったんで、こいつはちょっともう引退してもらってですね、ここにリーマジンドを置こうと思います。加水分解してるスニーカーからヴィンテージ加工されてるスニーカーに変わるというね、ベテラン選手から同い年のオールドルーキーに変わるような、そんな感じになりますけれども、ぜひねここに並ばせるために、狙っていきたいなと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ相当数ね、今回ロスト&ファウンドは出るって言われてますけれども、それでも絶対完売はすると思うんですよね。50万足から100万足ってことですが、もともとオリジナルがね、もう本当に鬼ほど人気な上に、結構仕様もこだわっててかっこいいですよね。箱もヴィンテージ仕様やし、中に入ってる紙とかもね、これ領収書入ってるんですけれども、こういった付属品にまでねヴィンテージ加工されてるっていうのがちょっと面白いですよね。最後に小ネタなんですけれども、このねシカゴ昔販売されてた時の広告をナイスキックスが上げてたんですけど、オリジナルのシカゴってめちゃくちゃ安かったらしいんですよ。こちらがですね、オリジナルが発売された1985年から86年あたりのですね広告なんですけれども、なんと 19.9 ドルということで、当時と今は物価が違うとはいいですね、めちゃくちゃ安いですよね。他にも20ドル台で販売されてるような広告があったりとか、そりゃスケーターがスケシュー代わりに使うわと、こんなに安かったら逆にね新品のまま大事に置いとこうっていう人なかなかいないと思うんで、おそらく当時これを買った人はね20年30年以上経ってですね、当時の50倍から100倍の金額で取り
引されてるなんてことは夢にも思わなかったと思います。そんな感じでもしかしたらね、今インラインで売られてるスニーカーとかも10年後20年後30年後とんでもない金額になってる可能性あるって思ったら夢が膨らみますね。まあまあシカゴの話をするとどうしてもね、こういう金額的なとかレア度の話とかになってしまうんですけれども、それ以前にですね、ベストオブベストバッシュというかゴートなバッシュやと思いますし、カラーやと思いますんで、今年もですねロス&ファウンドは売り切れるでしょうし、今後もこのシカゴカラーっていうのはね、形は変わっていったりとか何かね仕様変わったりとかするかもしれませんけれども、語り継がれていくものではないかなと思います。ということでね、皆さんいかがでしょうか。多分ねこのチャンネルを見てる人ほとんどの方が限定アクセスの対象じゃないかなと思いますんで、2回目ね、繰り返し言いますけれども、だいたい限定アクセスはね、12時ぐらいお昼ぐらいに来ることが多いんで、あさって18日のですね、お昼12時前後スニーカーズから目を離さずに、構えておいていただければと思います。狙う方よかったらねコメント欄の方に、狙いますみたいなことで書いていただけたらと思います。一緒にねお祭りみたいな感じで楽しいかなと思います。で最初に言ってたね、ターミネーターの話なんですけれども、ターミネーターはね本当に日本で異常な人気ということで、あんまりアメリカとかね海外ではそこまで人気じゃないっぽいんですよね。なんですけども、やっぱりねあれだけダンクがって言って騒がれてたこの数年間なんですけれども、その陰に隠れてね、ある時は藤原宏のダンクにすげ替えられるなどしてですね、不遇な環境だったターミネーターなんですけれども、明日ついに発売ということで、僕ちょっとねこれを買おうかどうか迷ってるんですけれども、明日の8時40分頃からですねこのチャンネルで YouTube 生配信しますので、もしスニーカーズ狙う方は、参加していただいてですね、購入できたとかダメだったとかのですねリアルタイムな状況などですね、みんなにシェアしていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。明日会える方はまた明日、8時45分会いましょう。よろしくお願いします。シアルディでした。風が通り抜けるアウトサイドインサイド素足みたいな感覚フリーダム1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー混んでも吐くサンダル I'm good スーツで決めるサンダル I'm good